Hi guys! Welcome to Zibora 英会話! こんにちは、ジェームズです。今日は in と on と at が簡単に使い分けられる方法を伝授しちゃいます。結論から言うとイメージで覚えてくださいね。この動画の絵やジェームズの手の動きを見てマスターしちゃいましょう。早速 in について説明します。 in を使って場所を表すときは何かに囲まれているときに使うイメージです。こんな感じね。まあ、例えば She's in her room. She is in her room. 彼女の部屋の中にいます。部屋という囲まれた空間の中にいるから in を使います。 There's an egg in the fridge. There is an egg in the fridge. 冷蔵庫の中に卵がある。冷蔵庫も囲まれた空間なので in を使います。ここで in を使う時の注意、 in は囲まれた空間で使うと言いましたけど、囲まれた空間は密閉されなくても大丈夫。まあ、例えばThere is nothing left in my cup. There is nothing left in my cup. カップの中には何も残ってません。ね、カップはですね、縁があるので別に密閉状態じゃないですよね。で、これ密閉状態じゃなくても in は使えます。この中には何があるかということなので。Men in black. Men in black.メニンブラックね、見たことあります？映画。黒服に囲まれているっていう、まあ着ているっていう意味ですね。これの時にも in を使います。前色があるいは何かこう色に包まれているっていう意味で in と使います。 My parents live in New Zealand. My parents live in New Zealand. 両親はニュージーランドに住んでいます。国境に囲まれているという感覚なので in を使います。次はOn について話します。何かに接している状態を表すときに使います。例えば She lives on the fourth floor. She lives on the fourth floor. 彼女は4階に住んでいる。4階というフロアに接しているので On を使います。他にも There's a poster on the wall. There's a poster on the wall. 壁にポスターが貼ってある。On というと On the table みたいに何かの上にという意味で捉えている人が多いと思います。 On は何かに接しているときに使いますね。これ壁にくっついているポスターという感覚なので A poster on the wall と使います。あとは You can draw a picture on this paper. You can draw a picture on this paper. この紙に絵を描いてもいいよ。インクが紙に接しているイメージで On を使います。 We're on the lake. We're on the lake.湖にいるよ。オンを使っているので潜っているわけではないです。ボートに乗って湖と接した状態でいるっていうことですね。じゃあ湖に潜っているとしたら Guess We're in the lake、はい、湖で泳いでる、潜ってるという意味です。最後に、具体的な at。 これ at は in や on より具体的な場所ポイントを、表します。つまりある特定の場所、特定イベントの公共の場所の前には at がつきます。例えば Turn left at the traffic light. Turn left at the traffic light. その信号を左にお願いします。ある特定の信号を表しているので at My office is at 110 Asakusa. My office is at 110 Asakusa. オフィスは浅草1-10です。特定の住所を表すとね at We met at the party. We met at the party. パーティーで知り合ったの。特定のイベントも at その場所であったっていう意味なので She is at school. She is at school. 彼女なら学校にいる。学校は公共の場所なので at その特定の場所を指定しているので at っていうですね。あとは in や on に比べてすごく具体的なポイントを表現しています。それでは最後におさらいしましょう。 in は感覚的に言うと 3D です。例えば囲まれている奥行きのある空間。 on は 2D ですね。何かの上に何かに接している時。あとは 1D、 あるポイント、点、特定の場所、住所、公共の場所、まあ、そういうイメージで覚えていただけたらなと思います。どうでしたか？覚えられましたか？今日の動画がいいと思ったらぜひぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。 See you soon, another video. Till next time, it's more 心に English. Thanks, bye.